の三振中ありがとう。ただのお礼かけてない。ちょっともう今日充電切れた。もう無理かもしれない。ダメダメダメ。今日須田くん違うよ。くたるさんお疲れありがとう。真珠ありがとう。高圭さん頭の上今から書くね。マジごめん、マジごめんなんだよ、本当にごめん。マジごめん本当に。おしなぎ参照しますか、してください、お願いします。高圭さんハイビスカスありがとう。福田さん間違えた。高圭さんお疲れ、かけ十ありがとう。僕のショールーム始まった、ショールーム、ショールーム、僕のショールームが始まった。え、あ、ショールームイベントか、うん、応援してあげて。ファンの人よりメンバーの方が自国だからさ。うん、実際のところきっと、いや、わかんない、ファンの人はさ、わかんないよ、わかんない。ファンの人はね、寝れるっていう選択肢取れるから、メンバーのつなぎよりも寝るっていう選択肢を逃げで取れるから。知らんけどね、知らんけど、メンバーはね、もうね、一回でも配信を逃した時の恐怖と戦っておりますからきっと。知らんけど。たかけいさんお疲れありがとう。デジェグさんありがとう。アロハありがとう。たかけいさんインドネシア来た、おお、いいね。しおりんさん新庄ありがとう。まあね、ファンの人もファンの人でね、大変だけどね。まあ配信してる間はさ、私メンバー何もしないからファンの人大変だよね。星投げて、星見に行って、頭 もうバグるよね。なんか何見てんのかよくわかんないよね。わかるよ、だからファンの人大変だね。一言じゃないんですよね、メンバーと皆さん一緒に頑張ろうって感じなので応援してます。メール直ったんだ。もうレッスン疲れたって言っていいのか分かんないけど、ちょっともう限界。もう頭が働かなくて、なんかふーって感じ、こんな感じでした。たかけいさんとおつーさん今からやります。長時間大変だったというか、なんかなんだろう、なんか頭、なんかさ、家帰ってきてからだったけど、レッスン上超頭痛くてさ、なんなんだろうね、わかんない、なんでですか。え、今も痛いのかな、わかんない、家帰ってきたら治った気がする、わかんないですけど。みーくんラブレター掛け字ありがとう。弁当してなくてもクタクタですよ、なんでそんなこと言うんですか、ネイル取れよ。泣かないで。フラッピーさんお疲れありがとう。安否が必要法廷と父がしても僕が必要を演奏することにした。え、嬉しい、ありがとう。しかもなんかね、長い休憩なかったんですよ、長休憩なくて、ちょっと休憩ちょっと休憩の長時間だったんですよ。アキーさんありがとう。ね、熱中症なんかな、わからん。うん、だから私は元気が出る飲み物を買いました。あ、もう今日配信やめようかと思ったもん。ちょっとやめようかなって思ったよ。昼配信したし、毎日アイドル続くしなって思ったけど、いや頑張ろう、頑張る、ただのお礼を頑張らないとと思って。何タワーかさ、メモった紙どっか置いちゃったからさ、何タワーかわかんないからさ、パイナップルタワーだと思うけど、
違うっけ、何タオルもらったんだろう。そう、長女だから我慢できたの私。そう、長女だから我慢できた。お疲れー。でもみんなの方が疲れてるよきっと。あきさ真珠ありがとう。忘れタワーにしようかな。忘れタワーにしよう。安否が大好き、嬉しい。じゃあもう字もへにょへにょもへじ。俺誇らしいよ、よかった。末っ子感ある。めっちゃ可愛いだった。忘れたわって言われちゃった。書き直そう。今日で出会って2年だよ。マジありがとう、感謝だね。出会ってくれてありがとう。目つぶってかけそう。私目つぶって移動した。レッスン中何してんのって感じだけど、本当にもう限界かもと思って目つぶって移動した。お団子テッドさんお疲れ、ありがとう。おつさん真珠ありがとう。仕事終わってたの、偉い偉いね。忘れた、貴重なんで。いい、寝不足じゃない全然。次の枠、いや、やめてやめてやめてよ、みんなやめてよ、やめてよ。わあ、今日何時、昨日か、昨日は8月20日。僕は大好きです、嬉しい。大好き、犬好きです。私も犬好きだよ。ショールームイベントしてる人みたいになってる。私目つぶってやってる。私参加対象にはならないよ。私は出ないからしてようか。まずそもそも首って、何話してるか想像するだけで楽しい。よかった。これコメント読んだよ、わかるかな。読んだよ。ちょっと横向いていい。ソファーにちゃんと座らせて。ソファーとね反対向きなんです、直角なんですよ。首痛い。誰か首掴んでるかも。やめて。てかなんか卒業するのにさって思いますよ私。もしさ今からショールインビアありますってなって、私も参加対象だったとしても、卒業するんだったら私の枠はいらなくないって思いますね。なのでね、そういうことはおっしゃらないで。私には STU の未来を持っていないから、 STU 未来を持っているメンバーを応援してあげてください。私と思い出作りたい方はぜひ配信今見てください。ぜひ今から楽しみ。寝てもいいよ。寝ないよ。大丈夫だよ。ごめんなさい。何が何が何がごめんなさい。誰、なんか話してたっけ。あー、もうごめんね、思い出せないよ。なんかいきなりごめんなさいって言われた、もしかして。
僕が掴んでた、やめて、見てます、え、嬉しい、ありがとう。今日はキティちゃんだよ、あかりんさんに推し変したのって言われた、ファンの人にもらったんですって言いました。涙、なんでなんで泣いてんの、逆に大好きに伝わってるのかってなってる、伝わってるよもちろん。タワーの礼、今本当に今帰ってるので遅いんですけど、本当にごめんね、怒ってください。え、でも今日本当にダメなんです、聞いてください。え、もうだってダメだ、ペンをこうやって閉じるのやめよう。でも聞いてほしいことがある、今日超暑かったよね。私それから、それでも体調じゃない、体力全消費したっていう話があって、シュリーさんかわいい、ありがとう。近づく、竹松さん、レインボースター、ありがとう、パワー、ありがとう、かけじゅう、レッドくん、アロハ、ありがとう。聞いてください、もうね、めっちゃ暑かったくない、危険な暑さだったよね。しかも私一回レッスン場に向かったんですよ、早めに行ったんです、私たまたま。じゃあなんかレッスン場超近いというか、なんか飲み物買いにコンビニ行ったんです。コンビニ行ったら物が見えないと思って、やばいと思って、そう、え、やばいやばいと思って、コンタクトし忘れたと思って、で一回レッスン場行ってマネージャーさんに、コンタクト忘れたのでつけてきますって一応報告したんです。多分集合時間に間に合わないかもって思ったの、集合時間より早くはちゃんと来てるよ、来てるけど、コンタクトして持って帰ってきたら多分集合時間間に合わんなと思って言ったんです。で向かってたんですよ、向かっててもう家目前の時に、あれ私鍵持ってないと思ってでもう本当に、でも鍵取りに帰ってレッスン場に、またでまた家行って、で家でちゃんとコンタクトつけて、でもうね家着いたのが集合時間だったんですよ。でああって思いながら、でもまあまあいけるかって思ったけど、もう週あ何分って言ったら危ないね。そう、もう始まる時間までもう残りわずかみたいな感じでやばいと思って、しかもめっちゃ信号引っかかって、もう めっちゃ待たされて、もう暑くて死ぬかと思って。でも私は一応レッスンには間に合いたいわけですよ、集合時間に間に合わなくてもレッスンには間に合いたいから、恥ずかしいじゃん、だけ走ったんですよ。怒られはしないよ、報告してるから。そう、走って超走ったらぴったしについて、もうなんかもう疲れた疲れました。コンタクトを忘れるという悲しい出来事がありました。そう、負の連鎖、テクテクありがとう、真珠、超疲れた。アキさん、ありがとう。ルッピーさん、ありがとう。アイス食べてれば生きていける、夏かき氷食べたいかも。大塚ひろちさん、結婚してありがとう。汗出たよ、メガネになりそういや、タクシー使う距離ではないんよ、タクシー逆に遅くなりそう捕まえるまでに時間かかって普通に遅くなる、そんな遠くないんでしょ。マスキマスク、メミちゃん結婚してありがとう。クンピさん、信じありがとう。そう、歩数稼げたけどもって感じ。でも今日は 1,2,3,4,5,6,7,8 時間レッスンだったんです。私の睡眠時間と同じぐらい8時間は普通なんか。
福岡ツアーありがとう。2階から、ああ本当に2階何度か見たんだけど気づいてもらえたかしら。ということで高圭さんめっちゃ可愛いタワーありがとうございました。昨日ありがとう、楽しい時間をいつもありがとうございます、嬉しいです。いつもね、なんかなんだろう、なんか温かく見守って私のことを考えてくださってすごく嬉しいなと思ってます。会える日がどんどん近づいてきてて嬉しいです。楽しみにしていますので待ってください。待ってます。置いたありがとう、頑張ったわ。嬉しい、今日褒めてもらえるの超嬉しい。ありがとう、頑張った、嬉しい、頑張ったわ、嬉しい、ありがとうございます。東京もね頑張るので楽しみにしててね、ありがとう。ありがとうございます、頑張ったわ、ありがとう。ありがとう、しみるわ、いてててて。ゆいなちゃんのところから流れてきました。あ、そうなんじゃ。シティウォーカー発売される時にはちょっと私はもしかするといないと思いますよ知らないですけど、だからシティウォーカーは私いないと思ってください。知らんけど、知らんけどね。しみるやつ入浴剤、何それ、なんだっけしみるやつって。梨むいてほしい、めっちゃフルーツ食べたい、フルーツ食べたい。ストレッチとお風呂リラックスして疲労回復してくださいね。優しい、ありがとうありがとう、泣いちゃうありがとう、頑張るね。レッスン場の空気が良くないんじゃない？なんか閉じこまってるからさ、空気が、空気の入れ替えができないからさ、あれ良くないと思う。知らんけど。バッテラって何ですか？まずさん、あなたはくださった、まずさん、あなたはくださってましたか？この世にいない、この世、まあその STU の世にはいないけどね、なんか変な言い方しないでください。わあわあわあ、私がなんで嬉しい、みーくん、クマタワーありがとう。何タワーですか、ありがとう、クマタワー。もう元気はつらつになるための元気成分を飲みたいと思います。クマタワーありがとう、みーくん、なんでありがとうね、嬉しい、ありがとう。サバの寿司、名古屋も2公演行きます。嬉しい、よろしくね。うん、今日私めっちゃお寿司食べたい気分だったんですよ、食べれないのに激辛バージョン、あ、そうなんじゃ、知らんかった、これ激辛じゃない、ここ一番の元気爆発ですよ、ここで一番の元気になりたいと思うので。クラス増えてる気がする、あ、最近ピキ増えたわ、確かに。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。食べたいと思った日は食べれた、あ、買いに行けばよかった昨日飲んだ、ういいいね、クワッス。オーズさんのタワー何だったか覚えてる人いないよね、メモったやつがどっか行っちゃった、そう食べれないのに。
エビはねガチ食べれんのですよ。エビだけはね、エビフライで衣がいっぱいついてるやつしか。そう、ビッグラポン、でもビッグラポンできるよ、コーンとか食べに行けば。ビッグラポン行きたいな私。肉寿司大好き。カニは大好き。この違いは何なんやろうね。ビッグラポンチャレンジ嬉しい、頑張って。ファンの人から報告聞かんから。ビッグラポン、いなり寿司は好きです。ペンギン、あ、ペンギンだ、ありがとう。誰誰誰、アスパラさんありがとう。そうだったそうだった、ありがとう、教えてくれて、ごめんねマジで、ありがとうありがとう、感謝感激。ホゲータがいっちゃんかわいい、だってうん、食わせたよ。イカ好きです。ウニはうん食べれないかも、食べたことないけど。竹松さん連帽してありがとう。よいしょ。あー、お寿司の卵好きじゃない。まあ食べれるけど嫌いじゃないけど、好みじゃない。羽ばたく髪、アビが一番可愛いと思う。嬉しい。豚骨ラーメン食べに行きたい、マジで食べたかった。もつ鍋食べたかった、明太もつ鍋みたいなの食べたかった。茶蒸し好き。うん、食べない。酢飯苦手ではない。スカーレット持ってないんですよ私。持ってない持ってない。もし食わす進化してる。でもね、ウェルカムまでしかない。まだあれが欲しい、なんだっけ、ベーニバル、ベーニバル買いに行こうかな。でもなんか休みあるけど、ポケモンセンター行くまでの元気がなくて。そう、最近もうマジで閉じこもらないとやっていけない、本当に。もうウェニバル、もし明太子選びました。いいな明太子、私も明太子をもっとがっつり食べたかった。ねえ、高級寿司食べれるかもしれない。そう、いや9月ぐらいからね、そうね、今ツアーとかフェスとか、そうイベントでね結構ねバタバタしてるから、わりかしすごい、まあ、8月って結構怒涛な、休みあっても怒涛なんです。なんでだろう、8月だからかな、体力奪われる8月。そう、実家、8月はね毎年東京でフェスあったりするから、実家には帰れるからそれで休まるんだけど、そうホテル生活とかあったらね疲れちゃうしね。だから9月ぐらいにね遊びたいですね。そう、遊びたいですね9月ぐらいに。ユニバに行きたい。ユニバに行く予定立ててるんですよ。行けれるのかな、予定が分かんなくて。公演も出てないしね。食べる順番がある、あ、そうなんじゃ。
福岡お風呂嫌いだった全期回ってみたい、わかる。今行きたいのは福岡行きたい、福岡行きたい、福岡ユニバー、うーん、広島の中も行きたい。公園が少なすぎて悲しいって言われても、もっとみんなたくさん来ての気持ち、たくさん来て、公園以外にもいろいろやってるから来てよの気持ち、うん、行きたいかな。卒業したら福岡遠くなるからね、行っときたいね。ゆかにゃん申請ありがとう。ユニバー、そう2泊3日とかで行きたいよね、大阪。そう考えてたんだけど、なんか難しそうでさ、どうなんだろう、みんなに書いてるんだろうなそんなことないよ。熊本、熊本何があるんかね。あ、純粋な質問ね、あおりじゃないですよ。こんばんは、福岡人じゃないけど福岡いいよね。今日も生出しで届かんで、私さ書き直ししたかもしれん。なんかさ結構書き直しあるんですよ、あれ。書き直しすると多分遅れるんですよ、周りより。多分それだった気が、書き直した気がする。なんか書き直しあった気がする。公園で加賀行きました。あー、ゆいにゃんのうどん美味しかった、よかった。ショールームイブ頑張ってね。福岡都会すぎて、超都会だよね福岡。もう美味しいものしかなくて最高。京都ね、京都友達いるし行きたい。神戸で大きな箱押さえるのはアナちゃんのソロコンサート応援してほしい。いやー押さえてくれるの嬉しいけどさ、そう人が来てくれんとさちょっと恥ずかしいわコンプラじゃないよ普通に。なんかかすれたりとかしてたり、あとなんかにじんでたりしたらなんかそうあるんでしょ、漢字間違いとか。でもにじみが多いですねやっぱり。そう書いてすぐ袋に入れてるから。確かに福岡観光地あんま聞いたことない、あんま聞いたことないかも。確かにワンチャンマリオンとか言わないで、傷つくから傷つかんけど全然。でもさすがにさ同じ日に卒業はしないでしょ、知らんけど、知らんけど、ここからライブ楽しかった、よかった。サニーパン、サニーパン知ってる、食べたかった。さぬきうどんか。おつさんペンギン、ペンギンサーフィンタワーありがとうございます。福岡公演ありがとう、2公演ありがとうございました。とっても楽しかったです。あのたくさん目があって、たくさん応援してくれてくれて嬉しかった。オリコちゃんペンライトやっぱ目立つね。オリコちゃんペンライトが公式の届くまではあれを使ってください。公式が届いたら公式を使ってください最後までたくさん楽しもうね、会いに来てください。ありがとう、おつさん最後までもうよろしく、オーディションから応援してくれてありがとう。今通称みたいになっちゃった。ありがとうございます。
サニーパン食べたことない、聞いたことしかない。サニーパン、うん、クッションもう一個欲しい。お疲れ。今寝れるって思うじゃん、思うんですよ。絶対お風呂入ったらもう目めっちゃ起きちゃうんだろうな、きっと。詳しく変わんないよ。ケン、ハート100個ありがとう。台湾人じゃないと思う。体温上がるもんね。そう、メンバーが差し入れ食べた。いいな。私多分寝相悪いから、寝相悪いよ。気をつけて。みんな殴られちゃうよ、知らんけど。朝いれば今スムーズで寝られますよ。朝、うん、どういうこと？あ、お風呂入れば。え、さすがにこんな汗かいてるのに無理無理。え、42度以上、30分以上めっちゃ当てはまるんだけど。もう占い行くのやめようと思う。もうやめる宣言します。占いはもう行かない。占いも行かない。卒業してから行く。卒業して悩んだら行く。悩んだらというか、となんかちょっと気になるなと思ったら行くことにする。もう行くのやめる。ドラゴンさん、ペンギンサーフィンありがとう。は、ああ、ありがとう。お高い、ありがとうございます。ありがとうございます。クレーンゲームと同じこと言っとる。クレーンゲームはちょっと今はやめるって言いたくない。え、なんで？ありがとう。ありがとう、パイナップルタワー、ありがとうございます。メモらんと分からん、分からん、それそれそう。あ、もう日本語も喋れてない私。浮き輪のガチャあるかな。でもなんか外に行く元気もなさすぎてさ、もうずっと家でゴロゴロしたいよね。そう、サマステの次の日休みだったじゃないですか。で、次の日がなんだっけ、群馬だったじゃないですか。友達と遊びに行こうって約束してたんですけど、でもこれは支障出ると思って、友達にもうねちゃんと事情を話してそうなくしてもらったんですけど。高圭さんは頑張ったわ。でも、俺じゃ、ほんまに、そんな。ドラゴンさん、とうとうありがとう。そう、明日プレイセスサマステのサンステージの後ので次の日絶対やばいわと思って遊べ、そうサンリオ行きたくて、ピューロランド行きたくて、そう券があるから、けどそうきついわと思って、そう、その日はゆっくりした。ゆっくりしてないわ。あの、眼科行かされたんだ。でも眼科は空いてなかったんだっけ。空いてなかったんだ。しかもビューティーもうとっくに予約したよ。嬉しい。ちゃんと音読んだっけ。読んだか。ありがとう。お役者見でそう出なかったけど、ペコリちょっと待ってて。
アナちゃん寂しくなるけどずっと応援してます。ありがとう、嬉しい、ありがとうね。スイカを持ってきた、ちょうどいい、ちょうどいい、あーちょうどいいちょうどいい、ちょうどいい、発見、大きいちいかわ、これファンの人にもらった気がする。うん、もらいました、この子もらいました。寝れそう、どうしよう、寝れそうなんだけど、めっちゃ笑顔、ちいかわかわいい、ちいかわ変わらん、ちいかわ、ちいかわだ、あ足しびれてきた、クラスめっちゃいるんですよ、今日の23時59分までがツイッターのなんかね、クワッスのプレゼント当たる企画やってて、リツイートしたら当たるんでしょう。あれってさ、全部のやつの投稿にリツイートしないといけないのかな、めっちゃずっとツイートされてるんですよ、あれ全部リツイートしなきゃいけないのかな、それとも1個のツイートごとに5名か10名か忘れたけど当たるんかな、あれなんかめっちゃさ、あったくない、当たりたいんだけどねえ、なんで当ててほしいんだけど、あっちは見えるんじゃない、あなちゃんがリツイートしたら倍率上がるファンの人もリポ、あ、リポストっていうのか、リポストリツイートしたんですよ、毎回リツイートしてた、え、マジ強、自分も応募した、嬉しい、当てたい、いつだっけな、いつから連絡が来るはず、私ポニョもずっと待ってて、もうちっちゃい頃にポニョのぬいぐるみ応募したことあるんですよ、なんだっけ、なんかね普通に応募するやつ、ネットかなんかで、で届くの待ってるんですよ、なんかまだ来なくて、ポニョいつ来るんでしょうかちっちゃい頃なんですけど、それ見てリポストした、リポストしてた嬉しい、みんな DM 開けてないから無理くない、嘘、 DM 開放する、開放するよ一瞬開放するから送って、確かに、どうしよう、涙出てきた悲しくて泣いちゃうかも、やだ、やだやだ、確かに、どうしよう、どうしよう、 DM 開放しようでもなんかさ、送ってこないでって言ったらみんな送ってこないんじゃない、うん、クワス買って悲しい、悲しい、当たっても他人への浄土も禁止だから、あ、そうなんですか、そうなんじゃ、メルカリで買ってる、そう、めっちゃ増えたよ超増えました、仲間が溢れるほどの仲間が、友達ゲットだぜ、うん、悲しい、相互フォローになったらできるんですよ、DM、
相互フォローになりましょう、ポケモンさん。ガス出して、うーん、心の家族ありがとう、嬉しい。他人じゃないね、他人じゃない。人形好きです。卒業公演の最前でアンナと叫びたい。お、素晴らしいね。え、誰誰、君多分ずっと配信見てるんだろうね、このクマ20だから。 SFO で川端アナさん応援してます。え、今までこの名前だった？え、何の人、何の人、気になるんだけど。ありがとう。うん、ありがとう、頑張るね。生写真もありがとう。みんなからのコメントがないと寝ちゃうよ寝ちゃうよ、まあ、お前が配信してるんだからそんなこと言うなよって言ってください。だよね、そうだよね。私がやるって配信をしてやっているのにもかかわらずしっぽふりふり、ちょっと起きられないかも。なんでなんでなんで私調せないかなんでなんで。寝顔30分までじっと見るよ。え、30分も倍率1700倍。アットジャム初めて行くけどどんな感じなんだろう。横浜アリーナめっちゃ広いね。しかも今回なんかステージがサブステージもあると。某アプリ、どういう某アプリって、ブロコン、おすすめあったら教えてほしい。ガチで価格検討中だから検討中。今日あるものを買おうと思ったんですよ。でもその手をやめました。最近も買ったから、さすがに私なんか好きなものになるとバンバン買っちゃうんで、お金使っちゃうんですよ、ガチで。本当に良くないと思う。欲しくなっちゃうんですよ、グッズとか。でもそれはやめようと思って、今日食い止めることができたので、その分ね買おうと思います。内緒です。行くの楽しみ。ありがとう。うん、キスしてほしいか、懐かしい、去年やったよね。ディシュレンは熊のうーさんみたいなね、懐かしい、楽しかったね、あれね、懐かしいよね。生活できてれば好きなものバンバン買うの、いや今後のこと考えるとね、やっぱねと思って。やっぱりね、懐かしいね。インスタ、あ、ママが言ってた、インスタめっちゃ可愛いよって写真来た。見た見た、ユニットのやつよね。だから人は無力と思いするね。いい写真をありがとうございましたね。次アプリしか3人お話が面白くなったらより残念ですそうなの、嬉しい、ありがとう。ヘアピン
最善にいる食わす進化しそうじゃね。え、マジ進化しちゃう、この子ウェルカモンになる。これのウェルカモンとかちょっと平べったいの想像つかない。安否の明日の大抵は、5時起きてくれるのみんな。じゃあ4時15分下干しで、5時から配信しますので、あ違うね、4時7分下干しで5時から5時15分配信します。絶対来てください。何にもならない配信だよ。ポイントにもならない。しんど、嘘ですよ、やんないですよ。今アナちゃんがハマってる TikTok の曲教えてください。わからん、わからん、ごめん、わからん。ごめん、わからんわ。ビッグラブ。了解、やめてやめて、了解しないで。7分バージョン耐えてだよ。そうだよ、7分バージョンだからね、みんな。甘えんな。ここにいる人たちみんな起きる人やん。起きないで、私はちょっと起きれないので、ごち無理です、やめてください。やめてください。そう、ゆいにゃんちゃんなんて言ったかわかんないけどね、ゆいにゃんちゃんに大抵聞かれたんでしょ。そうで、懐かしい気持ちになった。三点通りしのが見ます、すごいね、朝からあまりにもガチすぎるけん。いや5時は寝ながら配信しますよ。そう、遅刻寝坊は絶対せんかったね。あのもう目覚ましで1分前とか5分前1分前めっちゃ鳴らしとったけん、でもずっと待機でずっと時計見よったけん遅刻することはなかったかもしれない。玉木結婚してありがとう。調べてくれるの嬉しい。新しい学校リーダーズ、あれ有名なやつですよね、は知ってますよぐらい。めっちゃ詳しいとかじゃない。1分前攻めてる、いや5分前も鳴らしてその後1分前でもう時間ですよっていうやつなんで攻めてはないです。1分前にちゃんとっていうあれなので、ちゃんと1分前だよっていうやつ。わかる、捨て干ししたら安心するよね。わかるわかる、超わかる。でも朝とか配信来てくれるし、夜も配信来てくれるし、朝も配信してくれる人マジで感謝だった。すごいよみんな、人生かけて応援してくれてんのやばすぎると思って嬉しい。そうだよ、すごいよ、人の人生を応援できるってすごくないですか。すごいよ、絶対どうでもいいじゃんね、人の人生なのにさ、こんなにさ時間かけてさお金かけてさ応援してくれるのやばいよね。だって4時15分とかに一回起きて捨て干しして、その前に寝る前に星集めしてから、12時45分とかですかねにしてから、そう星集めして、それまで待って星集めして、で寝て捨て干しして、で朝起きて、はい、星投げ3周するんでしょ。やばくないですか。え、やばくない、やばいよ。やばすぎる。アンビの人生なら嬉しい、みんなの人生ありがとう、喜ぶ顔が見たい、嬉しい。星投げ趣味なので、マジ応援したいからだ。足しびれた。足びれた、ちょっと待って、ガチ勢でしたね、ほんまにありがとう。
やばってすごいよ。1日12時間ぐらい TikTok 見てるのにもっと時間の有効活用できる方法、おすすめ TikTok 教えてください。おすすめの TikTok、 なんだかそれが正しかったりもする。いやそれな、4時間睡眠時刻だったわね。そうだよね、みんなその後仕事行ってさ、すごいよ。でも私3回目ぐらいからやっと合間時間も寝るようになった。1回目とかもう一睡もできなかったし、合間時間怖すぎて。3回目ぐらいからできるようになった。ちゃんと目覚ましいっぱい鳴らして。怖いから。グリーンランド分からん、ね、そうなんだかんだいい思い出よね。やばい、やば。どこの国？グリーンランド。あ、グリーンランドっていう国か。配信と配信の合間の40分寝たりしてた。あ、そうなの？失敗はただ、わかるわかる、失敗しちゃうよね。しょうがないよ。なんか同じ人の配信行ってずっと待ってたり、星もらったのにずっと見てたり、他の人のところで星投げちゃったりとかね。あるよね。ランニングがすげえ。1回目イベント直後実家の床で寝てた。寝てた、マジで起きれんかった。頭マッサージしてもらって、でも全然気持ちよくなくて、脳みそが疲れてるからだよって。そうね、星上げシステムイベントこれが最後って。ショールイベントこれからあるのかな。あってもって感じじゃない。 あってもちょっとさすがに渋るね。もし私がこれから卒業せずに、そうそうね、ポケモンのショールームイベントあります、星投げありませんみたいになったら、さすがにちょっと悩むわ。要はっていう感じじゃんね。復活してほしいね。欲しい。5時配信の時はおた友達とお互いに気象確認してた。そんなに嬉しい。ありがとう。3週と同じタイミングでポイントもらえるんじゃん。ポイント、あ、ポイント制になるってこと。星じゃなくて星がなくなって何かができるんですか。違う制度ができるんですか。わかんない、知らないが。そうね、レインボースターぐらいか。50カウントとかってことか。ポイントもらえたアイテムどこか。あ、そうなんだ。なんかあるらしい。あ、そうなんだ、ならいいね。ミクチャみたいな感じかな。ミクチャどんなんか分からんけど、一般人じゃ将来はなんかのイベント参加してね。ちょっとごめんなさい、私ママと約束してるんですよ。卒業したらショールームはしないという約束なので。そうなんですよ、ショールームしないんですよ。一般人、その芸能界にね戻るならあれだけど、一般人だったらショールームはしないという約束をありますので、っていうあれで卒業しますので。TikTok？ TikTok 苦手ですね、自分がやる方側は。ちょっとあまりできないかも。上手じゃないかも、 TikTok 撮るのは。なんか見る線で
サイト他にもあるけどね。まあ他もやる予定はないですよ。で希望持たせすぎたらダメ。他の配信もしないですよ。YouTuber やる予定もありません今はないですそうね、 YouTube ないですね。 YouTuber なろうかな。そう、 そうね、インスタ解説普通のファンの皆さんとかじゃなくてメタバース生存確認どうにかしてください。鍵アカにする鍵アカでしょ。鍵アカ10年後何してるんやろうね、気になる。ハリーポッター関連仕事に注目しとく。あー来たら復活するねハリウッドデビューしちゃおうかな。卒業してない人とかすげえ気になる。私も気になってる。何するんだろう気になる。ユニバで働こうかな。ユニバで働こうかな。なんで安否だと思ったかそんなそんな。タイムカプセル書いとく。確かに確かに確かに。ハリウッド関係ショールイベント来たらする。あ、する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 、絶対する。私が一番ぴったりだと思う。どのメンバーよりも、めっちゃお腹出ちゃったどのメンバーよりも私が一番ハリーポッターが好きだと思っています。ミホリンとかねいたけど、ハリーポッター好きは卒業しちゃったので希望の家ってどこですか。そうかな。嬉しい。みほりんと話できたよ。そうできましたよ。なんか話して、なんかどこで話していいのか分かんなくて言ってないけどロンの最初の恋人の名前知ってる？知らん。くるくる髪の毛の子でしょ。店の中で馬って大きい声したら振り返ります牛中アマトの聖地作ってから卒業してください。ユニバだよ聖地。ああ差し入れくれたって話は耳にした。ああじゃあそうですそうです。そう話したい話あるんだけど言っていいのか分かんなくて、そう言ってなんか。でミホリンとミホリンサラピの話とかじゃないからなんか言っていいのか分かんなくて、ちょっと分かんないから言ってないんだけど。ミニバハードルが、え、なんで？こんばんは。
なんか元気になってきた気がする。めっちゃゴニゴニ喋っちゃった。元気になってきた気がする。私元気はつらつだから、はつらつになってきた。多分生命線見ないで。旅に出たりはしないと思う。旅は出ないと思うよ。卒業のタイミングでおばあちゃん家とか行きたいなって思ってます。やっぱ瀬戸内に住んでる方がおばあちゃん家近いから。ワイヤレスがいい、ワイヤレスがいい。まあ有線もいいけど、ワイヤレスがいいな。あと友達がやっぱ関西多いから、友達遊びたいですね。今6周年ブックなんか書いた？何？なんか書いたって、どこ、何書いた？どういうこと？どこに？そう、タプとユニバ行きたいね。確かに確かに。大学今休みかな、まだ。あ、ちょっと待って、足映ってた。めっちゃ足開い、ここに足あるのって普通におかしい状況じゃん。体がこっち向いてるのに。やめてください。ハワイ行かない、世界行かない、世界じゃない。ユニバ、ユニバ行きたい。尾道行きたいですね。友達と10月まで友達と、そう、尾道行こうって約束したんですよ。行きたいな、行けるかな。でもね、やっぱね、もうこの年って結構忙しかったりするから、みんなどうなんだろう。パスポート大丈夫、取らなくても海外行かないから。でも私取ったんですよ、取ったけど、そう、 STU 入ったから。修学旅行はハワイだったんだけど、上に引っ越したから。誘われてないよ。そう、就活ね。しかもなんかどんな感じとかも何も聞けないからさ、なんか言って、なんかさ、誘っていいのか分かんない、分かんないんだよね。しかもさ、連絡コントさ、うーん、すごい聞こえたんじゃない、聞こえてないですか。来年中、来年っていうかもう始まってるんじゃないですか。3年生だから、今3年でしょ、え、違うかな、今3年だよね、今3年だから始まってるよ。聞こえてないの、ほんまに、嘘じゃなくて、聞こえるもんなんかな、分からん。聞こえてる気がする。聞こえないの、これって分かんない、聞こえてないよ、本当に。ちょっとでかくなったんだけど。あ、そうなんだ、3年なので。なんかさ、でもさ、なんかいいよな、遊べてって思われるかなって思ったりしてさ、連絡するのはしぶる。ほら今も聞こえないですか。ほらとか言っちゃった。じゃあ黙っとけばいいのか。タムのを見たよ、私 TikTok。 こんばんは。あ、聞こえんのじゃん。就活疑惑いつかするでしょ。疑惑って何。こんばんは。でも私は全然3年生とかじゃないから、まず大学卒業できるかどうかもね、ちょっとあれなので、まだまだなのであれですけど、今日やった手紙出した。え、嬉しい、楽しみにしてる。最近会ったよ、変わらず可愛かったよ。就活いつかするでしょ。どうやって生きてくんですか。え、専業主婦になりたいですよ、そりゃ。なりたい。そしたら家事頑張れる、私。そした
たら家事頑張れます。嫌いな嫌いな洗濯物も温めます。アイドルグループに就職してください。もうごめんなさい、その時には年齢が年齢かもしれないです。家計支えてもらって、やっぱ夢だよね専業主婦。家事もしてあげるから一緒にしまん。お餅目当てじゃんそれ。お餅目当てじゃん私。ナオキハートいっぱいありがとう。ご両親どんな人なら許してくれるだろう。どうなんでしょうね、専業主婦も大変だよね。おお、僕のいいね、宝くじやったいね。まあ、朝ごはん作ってくださいって頼んだら絶対嫌って言ってましたよ。私そんなことない。パパとママ電磁波とか恐れてない。3秒以内とかね、ですよね。やばいやばい。あーでもパパそうだね、サッカーどこ好きっていうの大事かもしれないですよ。例えば確かに、いや大宮だったら許される気がする。なんだろう、どこだったら、どこだったらダメかな。どこだったらダメだろう。それスイダーね、お菓子上手だよね、上手だよね。え、最高。かまたまあれあれですよね、なんか来ますよね。カモタマーレならいいんじゃない。カモタマーレならパパ別に何とも言わない気がするよ。ちょっと、はい、八ヤードも大丈夫そう。あ、大丈夫そう。これ悪い意味じゃないですよ、パパの、パパがそうね。スポーツ観戦興味ないんですよね。あ、そうなの。興味ないことは別にパパは何とも思わないと思うよ、大丈夫だよ。なんでなんでなんかパパパパがパパどうみたいなこと言ってるんやろ私。バスケしか勝たん。バスケ面白いよね。俺青海亀と犬に似てるのでぜひ。青海亀似たるん。おお、それやっぱ喜ぶね。体調気をつけてね、ありがとう。あ、そうだ、本田圭佑さんが来るんですよね。ね、びっくりした。あ、鹿島はパパ NG 出すかもしれない。出すかもしれない。行くしか分からん。で、うーん、で終わってた会話。ママなら大体許してくれそう。うん、かな。スニーカーは管理頑張るので。おお。おお。どうなんじゃろ。どうなん。かゆ。埼玉スタジアム2002ですね。許さないと思いますよ。
やっぱ許さないと思います。村の子供にいじめられた身が助けたものがあります。いやそれはもう浦島太郎やん。パパウミガメのこと語ったりする？するよ。だって真面目なセミナーにも行ったこと、連れて家族3人で行ったことあるぐらいだもん。そうだよ。青ミガメっぽい人がわからん、ごめん。パパの趣味は知らん。そう、私一人っ子なんですね。そう、セミナーに行ってパパは真剣に話聞いてたもん。なんかマネージャーさんにアンナのパパは絶対一旦そのもし結婚で報告行った時に一回許さんって言いそうってマネージャーさんが言ってたんでしょっていう話をパパにしたら、いやそんなことないけどなって言ってましたよ。そう、いや全然そんなことないけどなって。そう、マネージャーさんは私のお父さんに会ったことはないらしい。その言ってたマネージャーさんは私のお父さんに会ったことないって言ってた。そう、ないって言ってたよ。これ言ってみたかったんだよねって。想像の世界。パパ何歳なんやろ。ママと同い年だよ。声さえ聞いたことないから謎。声はねダメなんで。そう言ってるだけで、うん、どうなんじゃろうね。まあなんかそんな未来も見えないよね。お前に娘はやらん。一回言ってみたいし、見たいセリフなんですかこれって。知らないですけど、わかんないですけど。自分の想像の中であんなアンパパはニコル？誰だろう。言う時はないです。言おうと思って心構えるけど、多分その場になったら普通に言えないってやつか。むせてた。そう、会ってくれないパターンある。そうなんじゃん。そうね、うーん。うーん。わかんないね、世の中。本当ですか、ありがとう。環境保護活動してた。あ、そうなんじゃ。こんばんは。パパどんなんやろね。どんなんやろ、分からん。なんか誰に撮るとかも分からん。ママも誰に撮るかも分からん。自分の親誰に撮るとか分かる、みんな分からんくない。
夢の中で結婚した相手が推しメンのいとことか謎のシチュエーションえでもいいじゃん、親戚になれるね。日常生活スキピとか言わないよ。あでも真似してくる時ある、あんなの。だからなんかめっちゃ前イケちゃんのなんかキャッチフレーズにハマっとったんか、イケイケゴーゴーとかし言ってきた私にパパアウトドアなんじゃない多分。絵に描いてみてほしい、パパの絵。どっちにって言われる、ちっちゃい頃はずっとパパにってずっと言われとったけど、大人になるにつれてママにになってきたねって言われることあるけど、今どうなんだろう、似てるんですかね、わかるもんなんですかね、わかんないよ、わかんないけど似とんかね、似てるね知らんくせにわからん、似とんかね、でも垂れ目、私垂れ目ですか、垂れ目じゃないのかな、わかんないけど、はパパにです、鼻はママにです多分鼻はママにだと思う、なんかずっとママが、ずママはママなんか何鼻ってなんかずっとなんかね、ママの家系は鼻がぶちゃいくだみたいなのをずっとママ言ってるんです。だからアンナもそれを引き継いで、なんかそれをずっと言われてきたから、私もその鼻が一番嫌いだったんですよそうそう、でみんなんかね、誰かに自分の顔で嫌なところないやろみたいな言われたことあるんですけど、でも鼻が自分だからずっとそういそう、だからもう私はその洗脳で生きてきたから、でもなんか最近ママもひどい、そうなんかちょっと冗談で言ったんかわかんないですけど、そうなんか私はアンナはなんかママにずっとそうやって、まあ、鼻が残念だってずっと言われてきてたから、ママにねずっと言われてきてたからそう思ってたけど、なんかファンの人とかあと普通になんか鼻褒めてもらえることあるから、そうっていう話をしたんですよ。だからうよかったっていう話をママにしたんです。そしたらえみたいな、それはなんかもう周りの人の鼻がおかしいんじゃないのってママがなんか言ってたんでしょ。そうどうしてもそう気にくなんかしてどうしてもねちょっと認めてもらえないですそう鼻だけ残念なことは事実らしいですそうママの毒舌、それは周りの人が低いんじゃないのみたいなって言ってて、えみたいな、何よみたいなって言ってたんですよ。ママねさっき寝るってねちょっと連絡来てたんで多分見てないんですよ。そうらしいですえみたいな、そうでもね、サラピに一回言われたことある、パパはマダブさん系統な顔だってパパなんか言ってた花へのこだわりとコンプレックスが強いママンナさんねそうなんですよ、多分そうきっと、なんか系統的には濃いって言ってた。そう濃い系って言ってた。まなぐパパパ誤解を招く。うん。こんばんは。あでもね二重幅とかはパパに、あ目はパパだと思う、多分私パパにだと思う。
そう、なんか二重幅も狭いんですよ。ママ広いんですよ。でもどんどん年取ってきたら広くなるからねってママに言われました。最近パパに似てるって言われた。そう、似てるらしい。重力で、そう、なんだろう、なんか言ってたよ。パパが化粧したら安否になれる？なれんやろ。じゃあそれはそれでやだな。あとパパは富士美体なんでしょう。それを引き継ぎました。あと変な声した。確かに自分の親がさ、そうしとるって思ったらさ、ちょっとどういう目で見たらいいかわからんわ。いや似てないよ。アンピーって言ったらパパなさった気まずい。そんなことないよ。そんな状況になるかいな。ダンスは似合いますか私。本当？言ったことないけど。こんばんは。いい顔してる。鼻の形いいと思うけど。ありがとう。なんか恥ずかしい。見ないでほしい。見ないでほしいです。スタイルがかなり自然。似てる。なら Thank you。 ありがとう。ちょっと NG。 後ろの鳥気になる。これクワスって言ったポケモンなんですよ。可愛いでしょ。あーみほりんね、ショートやってたよね。ダンスじゃない、ダンスやってたっけ。やってないか。パセリとソラハさんがやってたか。パセリもやってたか。夏をね、夏を直接見たこと私ない気がする。写真しかないかな。あるっけよね。姫顔って言われてた。あーそう、なんかなんだっけ、なんだっけ、なんとかなんとか顔って言われた。なんだっけ、姫顔もそうなんだけど、なんだっけ、忘れちゃった。そう、あかりさんに言われたんでしょ。ヘタレの時に、ヘタレの衣装を着る時があったんですけど、その時に言われた。なんだっけ、忘れちゃった。キーさん、ありがとう。こんばんは。あー寝ちゃうよ私。私寝ちゃう。結構ゴリゴリやってるよ私。いやいや、たくさんいらっしゃいますよ。でもそう言ってもらえて嬉しいです。私でも悩みがあって、その
普段そんな前髪ってアイドルの前髪ってめっちゃ固めてるじゃないですか。だからそれがもう安心だからそれやるじゃないですか。でも普段みんな結構さしないじゃん、普通そうじゃないじゃん。それがちょっとやばい、合わないかもしれないと思って、それだけが悩みです。前髪をどうにかしたいなって気持ちです。今日寝たけど、なんかなんだろうね、わかんないよ。疲れ溜まってんのかね。寝落ち待ちです。やめて、寝落ちしないから。コメント待ってます。どんな前髪がいいの。寝たら心臓何それ、怖い怖い怖い。脇には似合うよマジ。おでこ出すのなんか似合わない気がしてきて、やっぱやめたくなってきた、やめたくなってきた。パッツンしようかな、こういう。分からん分からん。そうなんか言ったんですよ、私メイクさんにそういう話をして、だってさ周りの人風吹いたら前髪なくなってるんですよねっていう話をしてえみたいなって言われて、でリオツンって言ったらリオツンも笑いながらうなずいててなんかめっちゃいじってるじゃんって言われました。そういうつもりじゃなかったんですけどね。今日はお風呂をもう超短く入りたいと思います。確かに流しの方が大人っぽい、それはそうかも。てかなんかね今日なんかここめっちゃ赤くなって腫れてたんですよ。薬塗ったらすぐ治った。薬って意外な、あーごめんごめんごめん。ST 入るとしてはベストで何歳で入りたかった。でももうなんか想像つかん、他の年齢がちょうどよかった、知らんけど。リオツンのすぐしかできんやつ確かにね、リオツンとか言っちゃったね、そうよねとか言っちゃったよね。分けた方がいいよ。嬉しいね、嬉しいとか言いながら視線検査あれやけど、汗かくのは別じゃん、風吹いてなくなるのと。5歳から STU はやばないどうしたらいい。ちょっとさ皆さんも疑うよ、応援してくださる方のことも疑っちゃう、さすがに5歳は紹介できんくない。5歳応援してますって言われたらささすがにさ、の何そうね、ノアピ応援してますって言われても、あナンピちゃんねってなるけど、5歳のアンピちゃん応援してますって言われたら、ちょっと一旦考えるよちょっとねごめんだけど、ちょっとあ若子のように親管理だよ、もう親戚なので子役、確かに子役だね。もうみんな片目の根元だって根元だけとかだよね。あ前髪ね、将来を見てるのか、そっか。そのなんか明日愛菜ちゃん応援しても、明日愛菜さん応援してたは全然なんか、ね、なんていうの、アイドルとしてアイドルの5歳を応援するのと女優子役のその5歳を応援するのって違くないですか違くないですか。20歳で卒業でも15年押せる、確かに15年やばない、絶対押せへんするでしょ。言いたいことわかる、ありがとう。令和生まれよ、超成長、成長ね、怪しい雰囲気あるよね、わかるね、あるよね。ちょっとお話し会とかあっても話できるんこれ5歳と話すってね結構むずくない。幼稚園で何流行ってるのみたいな話になるのかな。プリキュアとか見ないといけないかもいいんだこれ
プリキュア見て話し合わせないといけないよ多分。今日幼稚園で何があったのとか可愛すぎる、超可愛いじゃん、超可愛い。漢字もみんな気をつけてんだ、コメントとかでさショールームしててもさ多分漢字読めないからね今時な YouTube、 あー確かに好きな子できたのとかやばいでしょ確かに、でもちっちゃい子はそうなのか、5歳と話しか無理でさちょっと難しいよね言いそう、ちっちゃい子。あね、アイドルとして可愛いじゃないよね確かに。昨日ドラえもん見たとか、あ確かに。こんばんは、気になるね。メールとか送れないからね、親が送ってくるよ今日なんとかちゃん何々を食べて美味しそうにしてましたって親から来るヘアクリップかわいい、ありがとう、教えしますガチ恋嫌だ、何話していいか分からんよね、授業と給食の話ばっかりだったり。いや絶対そうよ、寝るの早いし、絶対寝るの早いよ成長アルバム、それな守っていきたいね。選抜とかに入ってもさ、ちょっとカメラがさ映らなそうじゃない、みんながこうやって映ってんのにさ、本当に一番前とかじゃないと映らないよ、2列目でも映らないもんみんなとカメラの位置が違うもん多分ここのやばいね、ステージとかもね紛れてそう。踏み台用意される、確かに確かに確かに、でも絶対可愛いね、寝るの絶対早いよ公園の中で、公園でも眠くなるから途中で絶対親の頑張り次第、確かに。ただこね始める絶対、急に急におらんくなりそうやもん、公演中に叫び回りそうじゃない、いきなり偏見なんかなこれ、分からんけど急にマイク投げて投げ出していきそう。いやメンバーから可愛がらせるよ絶対いいよ、おねむということでそう公演中お昼寝とかしちゃうね、自由だろうね、絶対可愛いけどね。お遊戯会が、確かにお遊戯会なのか、立ち位置とか絶対覚えれんくない、覚えれたら多分天才アイドルだよその子。あ立ち位置覚えられるかなってきたね、お菓子の時間設けられる、それも可愛い、それも可愛い、見れるだけでいい。10歳か、10歳って何年生、でもなんかすごいもん、私絶対中学校からアイドルできなかったもん、だからすごいもん、すごくない、4年生か、4年生でアイドル絶対むずい、無理、私は絶対できなかった、4年生でしょ、ね、すごい、だって中学校も絶対ショールームもできなかったし、絶対メールも送れなかったもん、だからマジすごいと思う、そう今の中学生メンバー、すごくない、すごいよ、学校行ってるでしょ、しかも学校行って帰ってメール送ってるって考えてすごくない、講演して講演ねすごく、マジすごくない、すご、私追いついてないです精神年齢、高2だからできたけど、高2じゃなかったらできなかった私すごいわ、確かにパフォーマンスができ天才だから加入できたのか、そっか、安否の相手5歳
推しメン中3ぐらいからだったの、もう20歳。あ、そうなの。あ、ひなさん。もう私も20歳か、びっくり。一番いいタイミングで室内入れた。そうなんかな。でもいい感じに高校も楽しんで入れたかなって思う。いい感じに1年半だよね。それな、室内劇場ね、ないんでしょう。瀬戸内で活動してるんですけど、主に広島で活動してます。そう、高校も楽しんで高校いいと思います。ありがとうございます。楽しかったですよ。みぽんすごいね、偉いね。定期はない。定期公演はしてますよ。もっと早くあなちゃん、あんぴちゃん知りたかった。嬉しい。22まで見たい。残念。これこの話したことないですよね。私22歳までかなと思ってたんです、卒業これは結構ね言ってきたんですよ、メンバーの中では。そう、22歳かなって。卒業の話メンバーとすることになった。私ずっと言ってたんですよ、22歳でしようと思ってるって多分絶対せんやろ、なんだそう、なんだかんだ言いながら多分せんやろってずっと言われてきてたんでしょうあ、言ったか、メールで話してた。そう、早まってた。そうそう、いい年頃かなと思ったけどですね。でももう21の年だから1年ぐらいか。まあ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 、タイミングっていうものが重要ですからね。知らんけど、こんばんは。21までおるかねわかんないな。3期生が入ったから数字を考えたら一切ないです。けど自分が考えてたタイミングで3期生が入ってくるっていうのを知ったから、3期生を応援したいっていう思いはありました。大好き。嬉しい、ありがとう。タイミング大事だね。そうだね21さんのタンプレ何がいいかね。どうしようかな。一番勇気づけられた時は何で、ショールームでってこと。いやね、卒業公演の日いつになるんだろうね。私予想しよっかな、この日来そうみたいな予想を立てていこうかな。当てたいね。でもね、なんだかんだ外れるんですよね、意外にも。10月バレて仕事埋まってて怖い。あ、終わったじゃんまあね、肌でね、運貯めとく。運貯めといて。予想どんぐらいだろうね。いや、私も本当に知らないからどうなんだろう。でも土日がいいな。そりゃそうだわ、土日じゃなかったら私さすがに卒業できない、卒業しないって言おう。9月かな
けで卒コンは開かないですね絶対に。ワンチャン9月ね知らんけど、いや9月はないわ。9月の最後までコンサート夏のツアーは出るので卒業するんですよ。じゃあ平日で、あ、いいんですか。じゃあ平日で大阪までいないと。何の、私その何か何月でとか言ってないんですけど、何月になるかもみたいな話しか聞いてないので、どうなんだろう、どうなんだろう。10月1日もない。そうね、打ち上げがあるもんね。次の日は、あ、次の日、月曜日だった。インターンの話をしてて聞いてました。へえ。打ち上げ祭で卒業しちゃう受ける。私の今まで考えてた卒業公演のプランが卒業公演のプランがずっと考えてるんですけど、ここかここか。10月の予定何も出てないからね、分からんね。予想も何も、予想も何もって感じ。9月はさ、ちょこちょこさね、出てるから、敬老の日とかフェスに出るとかさ決まっとるけん、あれやけど。2期生の4周年コンサートね、いつも10月にあるけん。去年10月末でした。去年結構早くなかった、なんかオーディションのやつよりも早かったいやほんとそれな、みんな出場公演の楽曲当てに来ないでください。もうやめてくださいやめてください、これやるんでしょとか言わないでくださいねそろそろね、地盤固めていきたいね。去年10月2日、え、そんな早かったっけ。そんな早くやったんよ。そう、10月にいつもやってるから参加できるのか分かんないんだよね私も。打ち上げ昼で夜卒業、え、早く卒業してもらいたいのそれもうちょっと痛いんだけど。10月23でした、去年。去年、え、なんかそんなような、そう言われたらそうだと思う。なんかそうだと思う、ちょっと早かったぐらいだったと思う。10月23だった。あ、ありがとう。1週間ぐらい早かったなみたいな記憶。うん、4周年出れたらいいですね。アンペの卒業やめてほしい。じゃあ条件くださいよ。やめるのを、やめたらこれがありますってちょっとアピールしてください。考えます、それだったら考えます。ブロジさんありがとう、レンボースター。7月19日まで時間戻して、そこ直近すぎない。だってさ、卒業発表するって決まっててさ、どうやってそうするん。おもろい、ちょっと気になる、それ気になる。だってさ、もう卒業発表するってさ決まっててさ、この日、この最後の声、最後のここで発表するっていう決まってる時にどう止めたか、どう止めるか気になる気になる。レインボースターあげます。うん、人生かけて遅い別のアイドルグループ復帰、うん、どうでしょう。昨日私センターさん当たるよって言ってたのに、だっけ、ちょっとまた声が出なくなるわ、もう悲しい、あっってあるのちょっと待ったで会場カズレやす
やん、客席からちょっと待った。私、いや大丈夫、その後にちょっと待ったするから。私ちょっと待ったって。でも私がマイク持ってるから勝てるよ、マイクの音量で。10月29日に生誕祭日発表されてる。あ、11月のってこと、去年ってこと。老後は面倒見ます。いや、え、いや、ちょっと悩み。卒業 してもしてほしいなって思う。別にあれですね、クワトロ電源落とす。カウンサーのマイクで切ってもらって。わお、グルスクの人たち怖い怖い、トラウマだわ、公園出れなくなる。怖くて。音響トラブル。じゃあウェブで発表しとったかもしれない。他の人犠牲にすんのそれ。やばい。よかったです。卒業しても老後まで面倒見ます。じゃあ卒業しても大丈夫じゃん。プログラム書き換えたら優勝なんの。ウェブ回線、あーそういうことか。ウェブのやばすぎる、何でもできちゃうね。そっか、メールで送っても検閲でなんか止められるようになってあうのか。ツイッター、ツイッターすぐできるよ。ツイッター1秒でも投稿できたらスクショしてくれるから、誰かが消されても。アンコールしないって書こうと思って、クラブの声だった。そうなんでしょう。老後まで年齢的に面倒見れないので生命保険で。めっちゃ考えとるやん。卒業しないことになりましたって書く。今から批判くらいそう。なんか言われそうだな。むずない、大喜利やのこれ。卒業公演泣く、泣くよ。そう、泣かないって言ったら泣くフラグじゃん、だから泣くって言っとく。じゃあ泣かないフラグじゃん。なんか私泣かない気がするんだよね。これ泣く人のあれだね、多分泣きます、泣こうねみんなでって言ってたら多分泣かないやつ。なんか泣こうねって言ったら多分喋っちゃうじゃん気持ち。あ、なんかなんかって言ったら、だから私泣きます、泣きます。ライジゴール、あ、研究生ちゃんのいいね。そう、何があっても、あ、もう最初から最後まで泣いてます。帰って泣くパターンです。あー、そうなんじゃ。俺も泣こう。いや絶対泣かんやつやん。菊で泣きそうですね。いや、いや泣くって言ってんじゃん。泣きますって言って泣く人いないよね。いや絶対これ泣くわとか言ってたらさ、意外に泣かなかったりするもんね。後日配信見て泣くのは確定です。そう、泣くわ私。泣きますって言って泣く人。泣かない、泣かない、絶対泣かないよ私。うん、泣かないわ。あ、また泣かないわとか言ってた。泣くな、泣くってば。泣きますね、多分泣きます。そう、手紙とかね、私は用意されてなかないかもしれないけど、あったら、あったら、あっても泣く、あ、泣く泣く。泣かないと思う。あ、そうなの。結構泣くよ、ほんまに。想像つかんけど。
逆に泣かせない曲選んでほしい。シカラシカとか、なんか泣く要素ないよね。あと何が泣く要素ないかな。何がいいかな。泣く要素ない曲、バルタピーポーとか泣く要素なくない。泣くの我慢しても涙出そう。あー、暗闇は泣くよ。あんなコスカーシー良すぎて泣いちゃう。何泣かんか、夏式とかも多分泣かん気がする。バルタピーポティアラが新聞紙を泣きますか泣くよ、悲しすぎてえ、新聞紙みたいな。オリコペンライトだらけで泣くよ。あー泣くね。しからしか号泣しながら泣く。好きだ。あー泣くかも泣くかも。確かに日暮らし泣くでしょ。好きになれただけだわ、泣くわ。泣けで幸せだ。ん、絶対泣く。後悔なんかあるわけないとか絶対泣くもん。絶対歌えないもん。でも100万チャレンジだったら頑張りたいね泣かない曲なくない。ワルタピーポー泣かないでしょ絶対。いい意味で。ジッパーとか泣かないんじゃない。フラストレーションも泣けないよティーチャーティーチャーとか泣けないんじゃない。どう、ティーチャーティーチャー、どう、ティーチャーティーチャーいいじゃん。レモンジュースは思い出があるから泣ける。私総選挙とかさ出てないからさ、総選挙の曲じゃん、ティーチャーティーチャー、総選挙があった曲。でも総選挙出てないからさ、し曲的にもさそういう曲じゃないからちょっといける。オネストマは泣くね。泣きながらジッパーはやばい、おもろい。ちょっと見たいね。いっぱいの水も泣くね。なんかいい曲だから。表面張力も、あ、表面張力泣かないね。泣くんかな。泣かん気がする。桜花びら泣かない。絶対泣くじゃん。ティーチャーティーチャーでも総選挙あったよね。泣かずにいてくれるだろうねプレッシャープレッシャー。残念少女は泣かんね。確かに。え、懐かしい、去年やったね。隣のバナナとか泣く要素ないもんね。あ、隣バナナいいじゃんあとはなんだろう、ビンゴ泣くよ。ビンゴ泣く、思い出しかないから。あ、ファンの人泣くのはね多分一番悪いよ。多分それが一番弱いですね。確かに確かに、それだな。ファンの人が泣いてるの見るのがちょっとあれ、泣いちゃうかも。なんか泣かないでいただきたい泣かないでね分かんない、みんな別に寂しくなくて泣かないか。今はさ寂しいとか言ってこうと思って言っとるだけかもしれんしね。そうね。スクラップ&ビルト泣けるわ。絶対泣く。泣ける泣ける、泣ける泣けるとか言って絶対泣けないみたいなめっちゃ軽かった今。泣ける泣ける。バナナはセルフで相手が泣くこと言うかもね。これって音じゃないっておいつ電車が泣いてそう。疲れてるでしょ。全然全然大丈夫です。バナナナナナナ
ということで今日はそろそろ終わりたいと思います。皆さんに今日のレッスンはちょっと疲れてだらりんちょでもう無理かもって思ったけど、ちょっとね話して元気をもらってそう元気になりました。眠気も吹っ飛んだ、元気になりました。なのでね、めっちゃ頭痛もね治ったの、すごくない？レッスン場がダメだよな、環境が。ということで皆さんゆっくり、私はね明日もね何時までも寝られるので、そうだけど皆さんはね平日とかで忙しいと思うんですけど終わってます。よし、明後日名古屋だしね、早い、夜寝れなくなるパターンでもね、今日ね11時ぐらいまで寝てたからね寝れないでしょ多分。ということでありがとうございました。学校なの、大変やん。また明日だね、お休みメール送ってないけどメールの返信してくれたら嬉しいな、メールの返信してくれたら嬉しいな、お休みメール送ってないから返信も何もだけど、明日がメール待ってます。仕事しか長くやります、ありがとう。本館見れない見れないやめてください。おやすみな、ゆっくり休んでね。では13位、青色ペングイン青色さん、12位クアピーさん、11位キブリのシャケさん、10位アッキーさん、9位ミスタラさん、9位ミサラさん、8位バスギアさん、7位チョリ、6位オカピ、5位しおり、4位だけまつる、3位ケン、3位みーくん、1位たかけ、ケンタオありがとう、2位みーくんタオありがとう、1位たかけさんタオありがとうございます。タオの礼は明日またさせていただきます、ごめんなさい、ありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでください、ありがとうございました、おやすみ、はい。